パンターリカの岩壁墓地遺跡は、紀元前13世紀から、紀元前7世紀までの5000以上の墓が残る、シチリア島の巨大なネクロポリスである。パンターリカは、シチリア南東部のフェルラソルティの間のアナポカは、カルチナラ側の渓谷に位置している。パンターリカの岩壁墓地遺跡は、シラクサに残る古代ギリシャの都市遺跡と共に、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。 パンターリーカは、アナポ川やカルチナラ川によって形成された渓谷に囲まれた大地であり、観光客が近寄りやすい小道をいくつも備えている、重要な自然の地形である。アナポ渓谷は、シラクサとビッツィーニをつないでいた、古代の道に沿った10キロメートルの小道で近づきやすくなっている。この辺りは3つの野生生物保護区に含まれている。パンターリーカのネクロポリスは、 白草の都市遺跡とともに、白草とパンターリカの岩壁墓地遺跡の名で、世界遺産に登録されている。パンターリカの登録範囲は205.86ヘクタールである。紀元前13世紀前半に、シケル人や他のイタリア半島系の人々が到達するとともに、海岸の集落群は突然姿を消した。先住民族は、海岸の施設群を捨て、 防衛的見地から、丘の上や居心地が良いとは言えない山々に避難し、大集団を形成していた。古代の記録は、ヒブロン王が彼らの所有地の周焉に赴き、紀元前728年に、メガラヒュブラヤを創設したと述べている。しかし、紀元前664年に内地にアクレスを創設しつつ、白草が後に起こって、 勢力を伸ばしたことが王国の崩壊を決定づけた。この時代の証言となっているのがアナクトロンや岩壁に人工的に穿たれた小洞窟群の約5000の墓からなる広大なネクロポリスである。ネクロポリス周辺の地域はマグナグライキア時代だけでなく中世初期の数世紀間の人々がいた。その人々は 侵入してきた、異民族や海賊たちによって追い払われた。後には、サラ先人たちが安住の地を求めて、近づきにくい場所に近い、この地に、それを見出した。今日でも、ビザンティン帝国時代に、岩の中に築かれた、住居の遺跡や、クローチフィッソ洞窟、サンニコリッキョ洞窟、サンミチダリョ洞窟などの壁画の描かれた小さな、礼拝書の遺跡が残っている。 パンタアリカには広い地域にわたってネクロポリスが散在している。アナクトロンの宮殿は大きな積み石による巨石建造物で様々な長方形に区切られた部屋がある。この宮殿は無形内文化様式の宮殿の優れた模倣のようにも見え、専門家にはシチリアには無形内人の作業場があったという仮説を立てる者も,もいる。これらは 紀元前12世紀から11世紀のもので、パンターリカの遺跡の中でも早い時期に属している。シュラクサの古代ギリシャ都市遺跡とパンターリカの墓地遺跡は、古代地中海文明の一時期に関する重要な、例章として、世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。には、 パンターリカの岩壁墓地遺跡に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。